こんにちは。こんにちは。本日はファミリーキャンプに来てます。ということで、今回はファミリーキャンプ必ず持ってくるもの5選ということでご紹介していきたいと思います。今日はデイキャンプに来てるんですけど、デイキャンプでも泊まりのキャンプでも必ず持ってくるもの、もうこれはキャンプの必需品っていうものたちですかね。そうだね、うん、キャンプには必ず持っていくもの、はい、うん、そんな感じでご紹介していこうと思います、はい、それではそれでは、まあ、いくつもねキャンプ道具はあるんだけど、うん、その中でも必ずっていうもの、うん、じゃあまず一つ目、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん。まず一つ目は外のガストーチです。うん、これはね必ず持っていく、持ってくるね、うん、まあ、何がいいかっていうとね、まずねこうターボライター、うんうん、風に強いターボライターなんです、うん、まずこれがねすごくね、アウトドアってやっぱり当然外でやるんで、今日なんかも風が強いんだけれども、普通のライターだとねこう火がつかなかったっていうことが結構あったりするんだよね、うん、だけどこれターボライターだから強風でも、うん、比較的火がつきやすいっていうので非常に重宝します、うん、何に使うかっていうと、まあこういうツバナにこう着火したりとか、シングルバナーに着火したり、バナー類に着火したりとか、うん、そういうのに使うことが多いかな、うん、それとあとバーベキューコンロに着火剤を添加するとき、着火剤に添加するときとか、うん、そういうときにも使ったりしますね、うんうん、なんでこれはねもうキャンプ場に行ったらもうすぐこれ道具箱からこう出したりしてポケットの中に、ね、こう入れとくと、結構ねキャンプってちょっとした時にこう火を使ったりすることがあるから、うん、ポケットの中にねこう一つ入れたりとかしとくとすごく便利だったりします。便利でね、すごくいいのがこのガスがね充電式なんだよね、うん、そうなんでガス買っておけば使い捨てじゃなく、うん、充填しながらこう使えるということで、うん、すごく便利ですね。で我が家はこれを外のやつを使ってます、うん、こう長さがこう伸びたりするんでね、そうそう伸びる、こんな感じでね、そうこれもすごく便利だったりします。はい、一つ目はねこの外のガストーチです。そして次行きましょう、こっちも行きましょうか、これ行きましょうか、うん、それこそ今日も使いました、外のバーナーですね、これはね、はい、まあ、形状はいろいろあるんだけれども、我が家が使ってるのはこのガス CB 缶とこの本体の部分が分離してるタイプですね。ゆかりんが使ってるのがこの辺なんか直接こうね、そう CB 缶くっつけるタイプ、そうなんとか310とかっていうねとかっていうのもあるし、これ独立してるタイプ、レギュレーターストーブフュージョン ST330 です、うんうんうん、でねこれはCB 缶で使うタイプで、うん、こんな感じでねカチッと入れてキュッと回して、これだけで、そうこれだけです、もうセッティングこれだけで、そう、うん、こうつけるときは、うん、ここでシューッとこんな感じで火をつけて、まあ、お湯沸かしたりとか料理したりとかこれですることが多いですね、うんうんうん、はい、そうダチョウ分も乗るよね、ごとく部分が大きいから、うんうん、大きいダチョウ分、うん、10インチぐらいまでだったら乗るかな、うん、10インチはちょっと乗せたことないけど、うん、11ぐらいまでだったら、うん、うちで使ってるやつだと乗るから、うん、それが安定して乗るっていうのは便利かな、うんうん、だよね、うん、ツバマをメインでいつも持ってきてて、うん、その他にサブ用としてガスバーナー、うんうんうん、持ってきたりすることもあるから、うん、これはもう本当最近は必ず持ってくるから、うん、CB 缶経済的だし、そう経済的、うん、それがやっぱりね OD 缶よりも魅力的なところの一つですよね。でまあ寒くなったらパワーガスを使えば、うん、まあ、ある程度までは乗り切れると、本当にまあ真冬の寒い時になるとちょっとそれでもきつい時がある時もあるよね、うんうん、もうその時はもう我が家はもうガソリンのホワイトガソリンのバーナーを持ってきて、それでやっぱりキャンプをするということが多いですね、ということで2つ目は外のバーナーでした、はいはい、そして次3つ目でございます。3つ目はねこちらの巻きバサミって言い方かな、これ巻きバサミ、うん、ね、これねペトロマックスのものになります。ね長さがこれ2種類あったと思います。そうで、長いのと短いの両方持ってるんですけれども、必ず持って歩くのはねやっぱりこっちの長い方のタイプの
ね、巻きバサミを持って歩きます。なんで長いのかっていうと、今日もあのバーベキューやるのに、あのバーベキューコンロにあの豆炭を入れて、であのやったんですけれども、それの着火をした時なんかも結構ね、豆炭をこう移動したりとか、あの着火の時にこうついてないやつをついてるところにこう移動したりとか、そういう行動を結構するんですけれども、うん、それの時にまずね、長いとね熱くない、うん、短いとね結構熱いんですよね。そうそうそう、バーベキューコンロにも火がついてくるとね、結構ね短いと結構長い間やってて熱くなってくるんですよね、うん、だからね長いのが非常にやっぱり便利です。で薪もね、ある程度のものまでだったらこれで薪も挟んで、でこう移動したりとかそういうこともできるんで、やっぱり長いとねすごく使いやすいです。これは個人差があるのかもしれないけど、うん、我が家はねあのこの長いのをね、うん、あのよく使ってます。うん、これは非常にね便利、使いやすい。で使わないときはこう引っ張っておくとね、こんな感じになります。で使うときはこれをグッと押してあげるとここまで開くということですね。だから収納のときにはこれで引っ張ってあげて、こんな感じで収納する。で使うときは押してあげて開くようになる。こんな感じですね。はい。ペトロマックス非常に便利です。これ長年使ってるけど、こんなガタも来ないし、うん、非常にね作りもしっかりしてて、しっかりしてる。ちょっと見た目も俺はね気に入ってる。うん、かっこよくて。なんか味が出てこない。そう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 。ね。ね。うん。次。四つ目です。四つ目はねこちらのグローブです。まあ、これも含めて同じだよ ね、 そうだね、同じなんですけれども、このね厚手のねグローブです。これはコールマンの方のやつです。これはユニフレームのやつなんですけれども、これはねあのゆかりん用とママさん用にあの2人にこう買ってあるんだけど、うん、これはあのファミリーキャンプで誰か使ってもいいようにということで、あの買って使ってるんですけれども、何がいいかってね、これねすごく厚い、分厚いんですよ。そう、コールマンのやつはコールマンがね一番つか、うちで持ってる中では一番分厚いね、うん、お値段もね結構するね。どれぐらいだったっけ。8,000円。え、そんなしたっけ。6,000円だっけ。いやだから普通に買うと8,000円ぐらいなの。あ、そうなんだ。アウトレットで買うとそれぐらいで買えるかもね、うん、あ、そうなんだ、うん、そっかそっか。でそれぐらいするんですけれども、まあなんせねいろいろ使い道あります。今日なんかで言うとバーベキューコンロに豆炭を入れて、で着火するときなんかも結構やっぱり熱が上がってくるんですね、うん、熱が上がってきて、先ほど言ったこの長い巻きバサミを使ってやるんだけれども、それでもね結構熱いんですよ。素手でやってるとやっぱりすごく熱いので、うん、まあ普通のあのグローブでもいいんですけども、よりやっぱりこう耐熱性っていうのかな、うん、やっぱり熱さが伝わってきづらい、うん、ということで自分はこれを使ってこの豆炭に火をつけたりとか、そう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 、バーベキューコンロに着火したりとかしたりするときはね、これをこのスタイルでやってます、うん、この巻きバサミにこのグローブ、これでやってます。そう、うん、そんなに熱くないこれだと、うん、それであとね便利なのが、ちょっと熱くなったそのダッチオーブンを持ったりとかするときもこれで使えます。なんかやったらってやっぱりね、アウトドアでキャンプ来るとやっぱり熱いものを持ったりとか、熱いものをこういじったりとかっていうことはね結構多いんだよね。そうそうそう、だからヨガもこれ使うこと結構多いよね。多い、もう結構汚れてる。そう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 、もう結構使ったりとか。そう、やっぱすごいねこう分厚いんですよね、このところとか見てもらうと分かるんだけど、こういうところにも補強が入ってたりとか、こういうねこういうところ分かりますかね、こういうところに補強が入ってたりするんだよね。結構ね分厚い、結構もうこれも、ね、年季入ってきちゃってるけど、うん、こんな感じですね。でこの辺までやっぱり覆われるから、この辺まで熱くない、うん、熱が伝わってこないっていうのもあるよね、うん、こう長いじゃん結構ね、うん、こんな感じです。これは本当便利、便利だよね、うん、そして最後の5つ目です。こちらです、着火剤ですね、文化焚き付けです、18本入り。はい、ということでこちらのですね文化焚き付け、まあ、何がいいかっていうと、非常にね着火した時の火力が強いって言い方なのかな、うん、結構燃えやすいって言い方なのかな、うん、そういう風な感じで非常に重宝して使っています。こちらのね文化焚き付け、コメリの方だと、128円というお値段でね販売されております。100均でもあの着火剤は売ってるんですけど、金よりも110円だから18円ほど高いんですけれども、まあちょい高いんですけどね、自分が感じてるのはこちらの方が全然能力の方は上かなというふうに思います。別に100均のやつでも使えないことはないんですけどね、はい、我が家でも使ったことあるんだけど、使えないことはないんだけど、やっぱり1回使っちゃうとね
こちらの方がちょっとね、あの火力が強いんで、こちらばっかりを使うようになりました。でね、これ裏を見てみると分かるんですけれども、原材料がね、木材繊維質と、あと第二石油類って書いてあって、過去灯油って書いてあるんですよ。だから、木材の繊維質のものに灯油が染み込ませてありますよということだと思うんですね。なもんですから一回これ封を開けてしまうとね、灯油が染み込ませてあるんですけど、これがねどん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 蒸発しちゃうんです。灯油の方が蒸発してしまうということで、我が家ではねこんな感じでね、一回開けたものはこれ IKEA って書いてありますけれども、 IKEA で買ってきた、まあ別に IKEA じゃなくていいんですけれども、こういうね、ジップロックタイプの袋に入れてキャンプに持っていくときはこういうものに入れて、一回開けたものは保管しております。でどうしてもね、これでも完全にね抜けちゃう時があるんですよ。灯油がもう蒸発してしまうとただの木材繊維質になってしまうんで、そうするとね着火力が非常に低くなってしまうんですよね。そうすると何をするかというと、ただ灯油を染み込ませてあげて、それでまたジップロックに入れてキャンプに持っていくということをしています。なんでまあ一手間かかるんだけれども、まあ完全に灯油が蒸発したらそういう風な感じでまた再利用というか、うん、いうのもできるんで、非常にやっぱり便利なんじゃないかなというふうに感じて、最近はこの着火剤ばっかりを使ってます、うん、これが本当に多いね。これが多いね。やっぱりね、結構着火する時のこの火力っていうのかな、着火力っていうのがやっぱ結構ね強いね、うん、ということで、我が家がキャンプに必ず持っていくもの5選の、5つ目はですね、こちらの文化焚き付け着火剤ですね、こちらの方をご紹介いたしました。はい、ということで今回はキャンプに必ず持ってくるもの5選ご紹介しました。いろいろねキャンプ道具がある中で今回5個選んだんだけど、うん、その他にもねいろいろあったんだけど、うん、これは絶対ないとダメだろうっていう感じのものを今回ピックアップしてご紹介しました、うん、はい。今回ご紹介した商品、下の概要欄に、ね、リンク貼っておくので、気になった方はチェックしてみてください。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。